愛媛県の東予地方に伝わる米の豊作を願う伝統行事、田野さん作りが24日に大西図書館で行われました。この日はまず大西地区婦人会の10人が米粉を団子にして茹でて色粉で色付けし、田野さんの材料を準備しました。講師を務めた大西地区婦人会会長の森文江さんにこの田野さん作りについてお話を伺いました。大西地区の、大西地区婦人会のまださらにコンパラ部落というところで、もうずっとそれこそ、おはよう、私がまだ PTA の頃から続けられてた行事なんですけど、だんだんよりが集まるのが難しくなりましてね、そしてもうやめようかなと思うぐらい減ってきたんですよ。だけどせっかく伝わっている行事だからやめるのももったいないから、大西町全体でしようかなという私の思いと、図書館が伝統行事の田野さんいう行事もやってみたいなという意見がちょうどたまたま一致しましてそして去年から共催でやっております。準備が整い、森さんが伝統的な田野さんの作り方を説明すると、参加した人たちは早速田野さん作りに取り掛かりました。この日参加したのは大西地区の3歳から12歳までの子どもとその保護者など合わせておよそ25人です。参加した子どもたちは婦人会のメンバーが伸ばして切り揃えた棒状の米粉団子をつまんだり引き伸ばしたりしながら人や花を形作ります。婦人会のメンバーが熟練の手つきで手本を見て、保護者も一緒に採取しました。田野さんは愛媛県の東予地方に伝わる旧暦の8月1日、八朔の日の伝統行事です。人が花を囲んで踊り、豊作を願う様子を細工で表現し、唱えます。この時期に襲来する台風から稲を守るために始められ、田野さんは田野も、田野みという言葉に由来すると言われているそうです。参加した人たちは指先で丁寧に形作り、豊作を願う伝統の田野さん作りを仕上げていました。またこの日は自由な発想で細工したオリジナルの田野さんも作りました。子どもも大人も楽しみながら個性豊かな田野さんを仕上げ、地域に伝わる伝統行事に親しんでいました。学校でたまに置いてくれることがあるけど、それを自分でオリジナルで作れてよかったです。女の子の髪の毛とか羽、妖精が好きなので羽を工夫しました。少し難しかったけど、なんか綺麗に作れたので楽しかったです。お花は何色で作りましたか？黄色。綺麗、かわいい。綺麗。楽しかったですか？楽しかった。ちょっとあんまり形がうまくできなかったでしたけど、楽しくできたので良かったです。田野さんの意味と、自分が工夫したところを伝えたいです。うさぎが難しかったけど上手にできました。喜んでもらえるのが第一なので良かったと思います。もう初めて取り組む子どもが多いので、お母さんの方がね、初めてという方もたくさんいらっしゃるんで、もう親子の触れ合いもできて良かったんじゃないかと思います。もっともっとみんなに知ってもらって、だから子どもたちも大西小学校の子どもたちがもっと参加できるようにしたらと思います。